ただいまご紹介にお疲れしました。稲田隆さんと申します。今日司会をさせていただきましたけれども、実は僕は歌を歌わさせていただきます。本当は4年前まではですね、すごく治療がひどくてですね、4年前退院をして、それで今こうやって元気にさせていただいています。でそういった思いをたくさんの方々、同じように僕のように苦しんでいた苦しんでいたたくさん今見えると思いますので、それを僕が自分で経験したことを、曲にしました。詩を書いて曲にしました。僕が失ったその山を失ったその笑顔、それを今取り戻すことができたその笑顔の大切さ、それを笑顔というのはアルファスピリットというのもありますけども、笑顔は笑顔を呼んで、そしてまたその笑顔は笑顔を呼んで、で世界中が笑顔でいっぱいになる、スマイルビースマイルっていう歌詞にも出てきたんですけども、今日歌わせていただきますのはその笑顔そのものです。スマイルという曲です。他にもいろんなところで公演ですね、皆様に届けば、一人でも多くの方々に届けたいと思います。よろしくお願いします。